When everything is on, we light a candle. We're breathing really slow with artists. We're waiting for the dawn with empty bottles. You turn around when I want to kiss.皆さんこんにちは、ミカです。今日は100円ショップのセリアから新しくベースコートというものとノーマイプトップコートというベースやトップの種類で2種類新しいものが出たんですけども、以前はこちらのベース&トップというベースとトップが一緒になったものしか出ていませんでした。でこうやって、3種類出た今ですね、果たして、ベース&トップ1本にした方がいいのか、ベースコート とノーワイプトップっていうのをこっちの2つで使った方がいいのか、もしくはこの3つとも持っといた方がいいのかとか、違う組み合わせにした方がいいのかとか、もしかしたら悩む方もいらっしゃるかなと思ったので、私なりのおすすめというのを紹介したいと思います。はい。でそもそもこのノーワイプトップコートっていうのが何かわからないという人もたくさんいると思いますので、このノーワイプトップコートが何なのかっていうのを一番最初に説明していきます。ということで、まずはノーワイプトップコート、こちらの使い方を説明します。このノンワイプとあるんですけど、このワイプというのはこういうコットンとかそれ用のスポンジとかを使って爪の表面に残った未硬化汁をキュッキュッキュッとこう拭き取る行為っていうのを、このワイプするっていう風に言うんですけど、それが必要ないジェルになります。なぜ必要ないかというと、こちらのノンワイプトップコートとかノンワイプトップジェルって書かれたものは、硬化した後に表面に未硬化汁というものが残らないジェルになっています。で、未硬化ジェルっていうのが何かというと、普通に皆さんセルフジェルネイルをこうしていて、最後トップコートを塗った後の爪の表面っていうのは、まあ、本当は触っちゃいけないんですけど、触ってみるとこうベタベタしていると思います。なんかこういうそれこそコットンのようなものをちょっと引っ掛けたりつけたりすると、もうその繊維がベタベタっと表面についてしまうようにベタついています。そのベタベタしたものっていうのが未硬化ジェル、硬化しきれなくて残ってしまったジェルになります。で、普通のトップジェルとか、あとはカラージェルとかベースジェルとか、そのノンワイプと書かれていないジェルは基本的には未硬化ジェルというのがどうしても残ってしまいます。で、なぜ残るかと言いますと、ジェルが硬化するときにジェルの中にフォトイニシエーターっていうものが入っているんですけども、そちらの化学反応によってジェルがキュッと固まってくれるんですが、そのライトの光とこのジェルの表面の間にあるこの酸素ですね、まあ厳密に言うとこの表面に付着している部分の酸素に反応しているんですけども、その酸素が阻害してしまってどうしても固まりきらない未硬化のジェルっていうのが表面に残ってしまうからなんです。まあ、阻害するというとこう跳ね返してるようなイメージになってしまうかもしれないですが、水素を取り除くようなラジカル反応が起こるんですけども、まあ、酸素があることってしっかり硬化できないっていう風になります。なので、例えばそのライトの中ですね、とか爪の表面の部分っていうのをもう無酸素状態にして硬化する、例えば普通のトップジェルを塗って上からこうラップでピタッとこう密着させて硬化したりすると、そのラップを剥がした後そこには普通のジェルでも未硬化ジェルは残らないんです、実は。不思議ですよね。はい。で、なので、まあ、そんなことは普通はできないので、基本的なジェルには全部未硬化ジェルが残ってしまいます。で、未硬化ジェルをそのままにしておくと表面がベタつきますし、こう手で触ったりとかしてしまったらその皮膚に浸透してしまってジェルアレルギーを起こしたりとかいうことになります。ツヤももちろんなくなってしまうので、その未硬化ジェルを拭き取る、ワイプするために、さっき言ったみたいなこういうコットンと、あとはこのジェルクリーナーっていう未硬化汁を拭き取るための専用の液体があるんですけども、ジェルクリーナーを染み込ませて、で表面を拭き取る、未硬化汁をなくして完成という風にします。でも、この行為は結構めんどくさかったりとか、あとはこの拭き取る時の強さとか、あと使ってるコットンとか、その液体、ジェルクリーナーじゃなくて例えば普通のエタノールを使ったりとか、まあ、そういう使ってる液体が変わったりするだけで結構表面が曇ってしまったり、
ていうのは本当によくあります。あとは未硬化ジェルっていうのは何かの液体ですね、こう溶剤と一緒に合わさって皮膚の上につくと浸透率が高まってしまうので余計にジェルアレルギーを起こしやすくなってしまいます。なのでそういったこうトラブルとか時間がかかってめんどくさいなっていうのを解消するために開発されたのがこのノンワイプ拭き取らなくてもいいトップジェル、トップコートというものになります。なのでもうこの商品はすごく便利なのでもうぜひ持っておいてほしいです。例えばなんですけどもこういったパウダー、ミラーパウダー、オーロラパウダーとかいろいろありますが、こういうパウダー系のアートのデザインを楽しもうと思った時もノンワイプトップコートやノンワイプトップジェルというのが必要になってきますので、ぜひぜひノンワイプトップジェルは一つは必ず持っておいてほしいです。なのでさっきの3つの中から1つ目のこのノンワイプトップコートはまあ絶対買ってほしいなっていうアイテムだとすると、あとはこのベース&トップをベースに使うのか、もしくはベースコートをベースに使うのかの問題になってくると思います。私的にはベースコートを使った方がいいかなと思います。なのでこの組み合わせで使うのが一番いいんじゃないかなと思います。でなぜなら、トップジェルっていうのはベースジェルと比べてどうしても溶剤に少し溶けにくいものが多いです。メーカーさんによってももちろん違うんですけど、溶けやすいトップコートももちろんありますが、基本的にはベースよりもトップの方が硬さが硬くなってしまうので、どうしても溶剤に溶けにくかったりオフしにくかったりします。なのでこのベースとトップが一緒になってるということはそれだけちょっとこうオフしにくいものだと思った方がいいかなと思います。はい。でベースは地爪にこう密着するっていうのに特化して、トップはコーティングしたり紫外線からの刺激をから守ったりっていうそれぞれの役割がありますので、まあ、それが一緒になってる分何かがこう欠けたりとかしてる可能性が、まあ、どうしてもね便利な分高いのです。だからベース&トップをベースとトップで両方重ねて使ってしまうとその分オフがしにくかったり、あとはこう定着が悪くてオフが早くなってしまったりとか、でトップのこうツヤ感とか輝きっていうのがちょっとこう足りなかったりっていう風になるので、まあ、どうせノンワイプトップコートを買うとかこれを持ってるっていうんだったらもうベースはベースでベースに特化したベースコートっていうのを持っておいた方がいいんじゃないかなと思います。なので私的にはこの2つを購入するのがおすすめですということでした。いかがだったでしょうか。はい、もうねそんなこと知ってるよっていう人ももちろんたくさんいるかもしれないんですが、そうなんだってちょっとでもね聞きながら役に立つことが一つでもあれば嬉しいです。はい、ということで今日の動画はいかがだったでしょうか。もしよかったよと思ってくださったらグッドボタン、そして他にもいろんなネイルの豆知識とかネイルアート、ネイルデザインのやり方とかいろいろ動画を配信していますので、よかったら、他の動画も見て、でチャンネルを気に入ってくださったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。基本的には週末金土日らへんにアップしております。はい、夜です。はい、で私のインスタグラムミカアンダーバーアンダーバー YouTube なんですが、インスタグラムの方では、普通のライフスタイルと、あとはこうネイルの写真とか載せたりしています。で、セカンドチャンネル、もう一つのチャンネル、たい焼きみかんっていうのがあるんですけども、そちらでは、夫と一緒に、もうちょっとこうネイル以外のことっていうのを、普通のライフスタイルだったり、ルームツアーとかそういう、ザ・ YouTube っぽいことっていうのをやっています。よかったらチェックしてみてください。では皆さん、今日も動画を最後まで見てくださってありがとうございました。よかったらまた次の新しい動画でもお会いしましょう。ミカでした。バイバーイ。